い、皆さんこんばんは。ハルハル23時所属、バーチャルライバーの海田ハルです。そして皆さんこんにちは、こんばんは、博士ふゆきです。はい、ということでですね、今日は博士先輩と一緒に、オーバークックをやっていくという感じなんですけども、博士先輩が、若干ちょっと調子が悪いということでね、博士先輩、今日はちょっと声があんまり出ないので、はい、あ、っていう感じみたいですね。のでちょっと、そうですね、二人で頑張っていこうと思うんですけども、ちょっとそうですね、誰か助けてくれないかなという気持ちが非常に大きいので、ですね、はい、そんな感じですが、はい、ちょっと待ってくださいね。博士先輩からちょっと通話がかかってくるみたいです。そう、博士先輩ですか。はい、というわけで、実験大好きなんだっけ、なんかライバー博士ふゆきです。博士先輩、待ってました。なんて寝坊したんだ。なんて寝坊したんだ私の。なんて寝坊したんだ私の同期は。博士先輩、あれですね、ちょっと声が、それどうなってる、声が低めですね、なんか。ああ、声変わりですね。声変わりしたんですね、はい、だいぶの、はい、実験の、性みたいな感じですかね。ああ、そうですね、はい、そうなんですね。あ、なるほどなるほど。なんかそう、声帯が異様に伸びてこうなった感じ。あ、そうなんですね。 A few moments later. 大丈夫ですよ。はい、起きました。あ、じゃあ大丈夫かな。あ、ちょっとそろそろ薬の効果が切れるかもしれないな。本当ですか。そうかもしれない。あ、ちょっと、あ、ごめんなさい、大丈夫ですか。ちょっとごめんなさい、薬の効果が、お疲れ様です。お疲れ様です。すみません。お疲れ様です。これ今どういう状況ですかね。こっちが聞きたいですね。まあなんか多分よく鏡さんによく似た声の博士さんがいたって感じですね。鏡さんがいらっしゃ、いや違う違う違う、鏡さんはいらっしゃってないです。なんか鏡さんによく似てるなとは思ったんですけど、博士さんがいました。まあ、さっきまでね、なんか声の関わる、なんかよくわからない、薬を使っていらっしゃったみたいで、そのせいで、ね、よく声が変わる、なるほど、よくなんか難しい、私もね、そのなんか、一応デビューしてから9ヶ月ぐらい経ってるんですけど、でも私に似た鏡隼人みたいな、あんま初めて聞くんですけどね。いや、すいません、とりあえず謝ってもらっていいですか。はい、謝って、すいません、すいませんでした。申し訳ないです。どうしてバルツのコラボ言ってもごめんなんだ。ごめんね。